もう完成してますね。さああとその E1 のポンで、その E1 のポンでさ、いやだいぶ軸歪むよ、あのポンは、あの E1 のポンはねだいぶ歪みそうな気する。いやもうすでにねだいぶ強いんですけど、あーもうチーソーも入っちゃって。さあチーソーも入ってしまって、さあポン出まして、あーいチェンパイ。いやだいぶその E1 のポンあーしょい。いや歪んだね、あの E1 ポンしたらさすがにね、もう歪み歪んでやっぱり大三元こうなっちゃいますよね。すでに結構強いですね。想像の形がいいですね。これね、まあもうペイ抜いて、あ、抜かない。さあ、ペイ抜かないですね。まあもうこれもポンポンポンでいいからね。全部ポンすればもう完成やなーって感じで。でも、実はなんですけど、まあ、下茶も結構強いんですよね。あ、でも下茶あれですね、染めないんですね。あ、下茶染めるかなーって思ってたけど。染めない。で、まあ、トイメンはなんか国士いってますね。でも国士いってる。まあちなみにこれまあ銅の間ですね。まあ銅の間なん、まあでも別にこっちそんな無理する場面でもないというか、まあ、まあポンポンしたらもういいだけなんでね。おっとっとっと、さあペーしまして、はいはい、いやだいぶ強いですね。まあできればね何引いてほしいですよね、ここまで来たらね。ただ何がね、トイメン1枚持ってるんですよね。トイメン1枚持ってるから、さすがにそのなんとか積もるとかはないと思うけどね、いくらなんでも。で、下茶がまあ一応イーシャンテンですね。下茶イーシャンテンで、さあ、なんか下茶の打ち方よくわからないですね。なんか下茶がなんかわざと崩してるような気もしますけど、なんかまあ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 。さあ、おっと、なんか貫通りましたね。なんか貫通、あとそのポンで、さあ、その嘘のポンで、さあ、一応、さあ、さあ、始まる、さあ、貫通まして。さあ、さらに勝ちまして。さあ、どうぞ、あた勝ちまして。さあ、さあ、おいしょい。あ、野生のサキさんか。いやー、そのウースをポンでやっぱ軸歪んだんがね、さすがにあそこでウースをポンしたらね、そりゃ歪んじゃうよね。だいぶ揃ってますね。定食は公式。まあ今までリャンシャンテンですか、はいはいはい、まあまあスーピンはいらないということでね、まあ、だいぶ強い、まあ、こんなハイパイね、なんか僕の時全然来てくれないんですけどね。さあペイ抜きまして、はいはいはい、さあ1ピン積もりまして。さあ1ピン積もりまして、みんなで一緒に、あーチェンパイ。あーいいな、こんな、あーシャー取り落とし、だがもう意味だ。あ、ちょっと安全にね、安全にシャアをね、統一落とししてみたんですけど、だが無意味ですね。はい、友人戦というわけで、あー、ベルカレだー。ベルカレ、これはね、地方にはならないんですよね。ペイ抜かれちゃったからね。ちょっと想像いいかなぐらいの感じではありますけどね。まあ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 、いいピン9ピン切りまして、まあいいかなーって感じですね。まあローピンはまあまあ一応ね、まあ第2戦はこれ金の前からね、あこれ金の前から、まあさすがにね、そんなね、まあまあローピン打ちまして、はい、ローピン打ちまして、ペイ抜きまして、まあ、ちなみにトイメンはまあぼちぼちで、下茶、まあ下茶結構まあいいかなーって感じですね。はい、嘘を止まりました。さすがに無理はしないと思うんですけど、あ、まあさすがにそんな無理はまあ3層積もりまして、あやい。あ、じゃあ9層積もりまして、あい。はい、みんなで一緒に、さあ噛みまして、あーその間で、その間で、その間で、あーペンも抜いて、あーあーペンも抜いて、あーテンパイ。さあ一応でもサブロッキュッソーリャンソーですか、なんかややこしい街ですけど。サブロー9層リャンソー待ち、さあ、ああさすがにね、それはね、もう暗観してペーペーしたからね、あーやっぱり時空がね歪みましたよね。あーそれはやっぱり責任払いよね。結構自敗がね多いかなーって感じで、まあ、ピンズもね、まあまあまあ想像はもう切っていきたいかなって感じだね。ピンズ もう3つありますから、まあ、とりあえず想像打ってって感じだね。まあ、ソベを見つつの、まあ、なんか数アンコウとか、まあ、なんかできれば、まあ、いいかなっていうところではありますね。ペー3枚握ってますね。まあ、ペー抜くとね、やっぱり、その、ペー抜くと打点は上がるんですけど、打点は上がるけど、やっぱりね、ちょっとその、メンツぶっ壊れちゃうからね、まあ、あんまり抜きたくないな、みたいなところではありますよね。さあ、はいはいはい。あと、なんとシャアがありますね。
はいはい、なんとシャアがありまして、まあ、ちなみにまあ周り見ると上茶はまあぼちぼちかなってで下茶がまあいいかなって感じですね。さあペイ1枚抜きまして結構テクニカルだね、うん、さあリーチイースソーですね。イースソー待ち、いや結構いいですか。まあ、残り3枚ですかね。あたたたさあ何短期テンポい、何短期どうでしょうかさあイースー総体何短期、さあこれ少数シーったんですが、さあ感じましてさあ感じましょい。いやリンシャン解放少数シーツ、少数シーツアンコ短期でしたね。いやだいぶ強いトリプルですね。まあ普通かなーって感じではありますね、うん、そんなに別に強いかなーって感じではしますけど、神茶強いですね神茶ちょっとビガビガしてますねだいぶね。パーピンがだいぶビガビガなんですけど、まあこっちはそうですね、もうこっちはなんかだいぶなんかやってますねちょっと待って、だいぶなんかやってない、なんかあれピンズ1面ずつあったよねさあリーチビガビガリーチ、ビガビガリーチ来ました。さあしかもこの関連ピン、実は聞いてください、こちら山4でございます奥さん、なんと奥さん、奥さん聞いてください、あのリャンピン山4です。はい、さすがにあっち勝ちやろ、さすがに神茶勝ちやろ、いくらなんでも。おっとでもズバズバ引いてますよでもなんかズバズバ引いても、結構引いてますね、てかもう全突破してますね。さあリャンピン1枚、リャンピン1枚出まして、はいリャンピン1枚あっちに引きまして、さあこっちもあと吸い込まれている、吸い込まれているあっちに、これ時空が歪んでないから、これ時空が歪んでないから、これあの下茶に吸い込まれていってる。さあテンパイこれ誰も時空歪めてないから、これあの全部吸い取られていってる、あっちに。さああとあっちがリーチが、ああそれちょうだい。いや勝ち確かと思われたあのビカビカカンニャンピン、まさかの役満宝珠です。あれくまはい、CPU 簡単大丈夫。はい、人類の負け。即人類の負け。早すぎぬ。はい、CPU 簡単というところでね。ちなみに今回は人類2対 CPU1 です。なんと優勢です、今回。なかなかないんですけどね。なかなか人類が優勢ってことあんまないんですけど、今回はね、人類優勢でございます。さあ、そして、神茶強いよ。で、トイメもちょっと想像食いやってる気しますけどね。あとあとリーチ、うん。さあ、ペイ抜きまして。あとはい、人類の負け。あら、あと、裏も乗ってるあじゃあ、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 あ、もう、はい、強すぎる。